OK が出るとは思わなかったわ。リオさんが出る番組に私たちが急にサプライズ出演って。番組的に盛り上がると思ったんじゃない？それにリオも喜ぶだろうし、特別コーナーも作ってもらったんだ。失敗はできないよ。今は間に合うように完成させることだけ考えよう。そうね、私はいつでも始められるわ。今日のためにレシピも読み込んできたの。頼もしいことこの上ないね。レイ、オフなのに出てくれてありがとう。なーに、改まって乗りかかった船だもの。最後までやりきるわ。ちょっと、もうすぐコーナーが始まるわよ。間に合うの？レイが記事を焦がさなかったらもう少し早くできてたんだけどね。と、確かにそうかもしれないけど、葵も無駄に踊りながらクリームを泡立ててたじゃない。あれは気持ちを込めてたんだよ。ターンするのとしないのでは味が変わるからね。とにかく僕らのコーナーを後ろにずらしてもらおう。ちょっと頼んでくるよ。頼んでくるって、そんなことして大丈夫なの？収録も進んでるし。後でマネージャーに怒られるかもしれないね。でも今日の主役に未完成のパンケーキを出すわけにはいかない。わかった。それなら私が話してくる。葵はパンケーキをお願い。それがいいね。レイにパンケーキを任せたら日付が変わってしまうかもしれないし。そこまでかかんないわよ。ありがとうございました。ん？葵、レイ、なんでここに？僕たちどうしてもリオに会いたくて。今日は何の日だと思う？リオさんの誕生日ですよね。スペシャルコーナーを用意していただきました。え？聞いてないけど。言ったらサプライズにならないじゃないか。リオ以外みんな知ってるよ。というわけで、リオの誕生日をみんなでお祝いしようのコーナー。パチパチパチ。私たちからはこちらのパンケーキのプレゼントです。遠慮せず食べてください。雑誌の企画で言ってたよね、食べたことないパンケーキが食べたいって。ええ、でも穴場のお店を教えてくれればよかっただけで。苦労したよ。都内にリオが食べたことないお店なんてあるわけがない。そこで僕たちの出番だよ。リオのためなら火の中、水の中、パンケーキの中。葵、変なこと言わないで。実はずっと番組収録の裏で作ってたんです。そうだったのね。あなたたちありがとう。喜ぶのはまだ早いよ。リオ、さあ口開けて。出来たてほやほやだよ。はい、あーん。ちょっと待って、気持ちはありがたいのだけれど、そんなに急に食べられるわけないじゃない。踊ったばかりなのよ。でも早く食べないと冷めるよ。いつも言ってるじゃないか、最高の状態で食べたいって。はい、あーん。もうやめなさい。わかったから。ほら、おいしいわ。よかったわね、葵。サプライズ大成功ってところかしら。例のおかげで紆余曲折あったけどね。これでリオのお願いは叶えられたんじゃない？そうね、葵とレイの手作りで、しかも踊った直後に食べるパンケーキ。初めてだわ。それでは改めて、リオさん、お誕生日おめでとうございます。リオ、誕生日おめでとう。もう一回あーんしとく？自分で食べれるわよ、まったく。はっ。やっぱり美味しい。
人が私のために作っていたのは知ってたけれど、まさかここまで大きなサプライズを仕掛けてくるなんて、今までで一番忘れられない誕生日よ。